皆さんこんにちは、ジェフィーです。久々にね、語り動画やっていきたいと思います。今日のテーマは韓国語で仕事がしたいっていうテーマですね。まあ僕自身ちょっと過去の動画でも何回か言ってるんですけど、日本育ちの韓国人でして、まあ日本語が母語なわけですよね。で、韓国語は両親が韓国人なんで、まあ家で話したりとか、こう一年に一回韓国とかに行って、まあ親戚と話したりして、まあ日常会話ぐらいは話せるんですけど、まあ、ネイティブレベルでは全然ないっていう感じですね。なんか自分の個性とかなんだろうなっていうふうにこう毎回思うんですけど、まあ、やっぱこの韓国っていう国は僕にとってはまあ切れない、切っても切れない国でして、どうせだったらまあ、ね、人間、自分のね、強みがあるんだったらそれを活かしたいじゃないですか。まあ、それで韓国語もまあ、いつか勉強しよう、いつか勉強しようっていうふうにはずっと思ってたんですけど、まあ、勉強しようって言ったらその、こうなんかちゃんと勉強しようってことですね。もちろんその、まあ、親に、この単語どうやってなんか発音するのとか、どういうシチュエーションでこの単語って使うのとか、まあ、を聞いて、まあ、それでこう勉強するっていうのはもちろんいっぱいあったんですけど、まあなんかちゃんと本を使っても勉強したことはないっていう意味ですね。ある程度その相手が言ってることが理解できて、まあ、こっちもなんかちょろちょろっと返したりすると、まあこれ勉強しようっていう気があんまり起きないんですよね、正直。大学1年が終わって、大学2年の時にまあカナダにまあ留学に行ってるんですけど、なんなら英語とかの方が、書けるし、まあ、話せたりする時もあるわけですよ。そのシチュエーションによっては。で、まあ、韓国語このままじゃいかんよなと思ってるうちにも、結構年を取ってしまったっていう感じですね。で、まあ、なんで今更韓国語なんてやるんだよっていうふうに思われる方もいると思うんですけど、まあ、将来的に、韓国で仕事するかどうか置いといて、まあ、韓国関連の仕事をしたいなって、まあ、強烈になんか最近思ったんですよ。で、思った時に、まあ、ある程度、その、まあ、話せて、まあ、一応相手がいれば、コミュニケーションは取れるっていう感じなんですけど、決定的に俺足りない力があるなと思って、それが、まあ、ライティングスキルなんですよね。で、絶対その、まあ、ビジネスとかやるってなったら、メールとか、絶対に、送受信しないといけない。送受信しないといけないっておかしいですけど。メールはやっぱり送れないといけないんで、その時に本当書く力が全然ないなと思ったんですよね。なんか僕、そのまあ韓国語話せ、日常会話ぐらいだったら話せてるんですけど、まあ多分なんですけど、これなんか音で覚えてるんですよね、僕。そのなんか分解してこれがこうだからこうっていう風に話してるよりは、なんかこういうシチュエーションの時は、なんかこういう音を発して意思疎通を図るみたいななんかニュアンスが近いと思うんですよね。だから、その、書くってことをまず本当にしたことがなくて、学校に行ったことがないから、その書くっていう、なんか宿題とかももちろんなかったわけですよ。で、韓国語は、その話し言葉と書き言葉がまあ違うっていうのが結構多々ありまして、だからちゃんと書くとこうなるっていうのがまあ本当だから全然わかんないわけですよ。まあ音の鳴るように、まあ、ソリナヌンデロって言うんですけど、まあ、ソリナヌンデロスミアン、その、まあ、こういう風に書くけど、実際の正確な言葉は違うっていうパターンがあるんですよね。いや、その、でも実際そのメールを送るってなったら、やっぱりその、ちゃんとした方を書けないといけないんで、まあ、それをちょっと勉強しようっていう感じです。まあ、ただ、ちょっとその、まあね、その自分の時間をたくさん使って勉強をもちろんしないとはいけないと思うんですけど、それはちょっともう自分のモチベーションが上がってこないんで、このね、YouTube を通して自分勉強したいなっていうふうに思いました。で、まあこのチャンネルでは今まで、まあ、韓国語、英語、Vlog みたいな形でこうなんか結構バラバラに、いろんなトピックを扱いながら自由気ままにこう配信をしてたんですけど、ちょっとですね、まあ、しばらくは結構韓国語メインで行こうかなっていう感じですね。でも、まあ、その、まあ、韓国語をやっぱ使わないとどんどん、まあ、成長できないんで、韓国語をちょっと主体に置いていきたいということですね。ただ、まあ、ちょっとその Vlog もいっぱい撮りたくて、まあ、自分そのなんか出かけて風景撮るとか、こう友達と遊びにかけてそれを撮るっていうのがすごい好きなんで、ってなるとその相手が韓国語を話せないとどうしてもこう、まあ、リミットができてしまうっていうのもあったりして、まあ、Vlog は今まで通り普通にまあ楽しむ感じで撮ろうと思います。で、その撮った Vlog を流すんですけど、その後にですね、その自分なりに、まあ、その日に起きたことみたいなのを、ワードかちょっとわかんないですけど、まあ、日記みたいな感じにして、まあ、文章を一旦自分で書いてみます。でそれで、まあ、家にね、ネイティブがいるんで、両親が。その両親にその書いた文章を添削してもらおうかなっていうふうに思ってます。でまあ、僕も全然その書いたことないし、その、なんなら、話したことしかないので、その、どういうふうに間違えるのか、多分なんか皆さんと、
なんていうか韓国語を学習している皆さんと結構似てるんじゃないかなと思ったんですよね。だから僕が間違えて、でそれどういうところでこう直されるのかっていうのも、もしかしたらこのコンテンツになるんじゃないかなと思って、ちょっとそういう試みをしていこうと思います。で、すでにちょっと今まあ Vlog、 今まで通り の Vlog 何本かちょっと撮ったやつがあるんですけど、そこにまあちょっとこう別撮りみたいな感じで自分がその起きたことみたいなのをこうまあ文章で書いて、それを添削してもらうっていうコンテンツもさらにそこに合わせてちょっと付け加えて、まあ、皆さんにお見せしようかなと思っております。まあ、こうやってね、まあ、皆さんが日々動画を見てくださることで、ちょっと僕も続けるモチベーションっていうのがすごい上がっているので、本当に見てくださってて、コメントとかください皆さんに感謝してます。またね、こう最近登録してくださって、がいろいろこいつ何やってんだろうっていう思う方いっぱいいると思うんですけど、ちょっとねしばらくは韓国語結構メインでやっていこうかなと思ってますんで、今後ともよろしくお願いします。これからもちょっとこうやってまあ緩めというかね、こう家で語り動画みたいな感じでも撮っていくんで、まあ、もしよかったら見てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。まず1行目ですね。はい、オヌルンチングゴッチランって書いてるんですけど、ゴッチラン誰々とっていう時は、話す時はランでいいんですけど、書く時はワの方がいいですね。